はい、今日はホットプレートです。これすごく使い勝手がよくって、おすすめしたいんですけど、ちょっと汚れてるのはね、それだけ使い勝手がいいからね、もう汚れてしまってるんですよ。はい、まあ焼いてるところはまた後日アップしますので、ちょっとこれ見てください。まあ蓋開けます。まあ一般的な普通のこの平たいやつですね。餃子焼いてもうまく焼けますしね、焼きそば焼いてもいいですし、これがまあ基本なんですけどね。これこれね。でこれだけじゃないんですよ。これ焼肉です。なんかこう穴開いてるのでね、余計な油が下に落ちる仕組みになってるんですよ。下に落ちるね、ちょっと汚いんですけどね。これがヒーターで、でここに水が入る仕組みになってるんですよね。そうそう、ちょっと汚いんですけどね。いやだいぶ汚いですけどね、まあ、それだけね使ってるっていうことなんですよ。使ったらねこんな汚れるんですから。でこれですね、これすごく上手に焼けます。何がいいって、やっぱりさっきも言ったようにね、ここ穴開いてるからね、もう全然この油が飛ばないし、煙もそんなに出ないです。余計な油下に行くからすごくヘルシーに焼けますし、でさっき言ったこっちで焼肉焼いて、こっちでなんか焼きそばとか焼きたいなとかいう時はこれ外してね、こうやったらねできるんですよ。こっちで焼きそば焼いて、こっちで焼肉焼いてとかね、もう軽くバーベキューですわ。すごく使い勝手がいいんですよ。そしてさらにね、面白いことにこれももう外します。これ外したらね、次はね、なんとなんとたこ焼きまで焼けるんですよね。たこ焼き、しかも数がね半端じゃないですよ。1,2,3,4,5、1,2,3,4,5,6だ、30個一気に焼けるんですよ。これたこ焼きパーティー、これねすごく使い勝手がいいですよ。楽しく盛り上がりますよ。はい、でね、もう一つこれ片付けるときはね、こうね、ちょっとうまくできないんですけどね、重ねてで、これにこうガバッとこうはめてね、持ち運びができるんですよ。まあそんなに持ち運びはしないですけど、これ一つあるのとないのとでね、えらい違いなんですよね。こう引っ越しとかでもね、すごく楽でしたね。コンパクトになって、こんだけのね、こう付属品いっぱいある中でこんだけスムーズに運べるのはね、やっぱりすごいですよ。はい、なのでまた今日は焼きませんけど、また後日焼いてる動画アップしますんで、これ本当にちょっと汚くて申し訳なかったんですけど、それだけ使い勝手がいいということなんで、ぜひおすすめです。そしたらまた面白いグッズあったら紹介します。失礼します。